ひなチャンネル。今日は狼と香辛料11話反応会ね。ついにノーラを巻き込んだ金の密輸が始まったが、またもやいくつものトラブルが発生してきたな。ドレンスが紹介に裏切られちゃったね。そんな波乱万丈な状態を実況民がどのように思っていたのか、早速見ていきましょうか。それではみんなの反応どうぞ。狼と香辛料始まった。エロ前ウルス、ユビンハイゲンクソ広いな。さあ密輸が始まるぞ。いよいよ作戦決行か。この度はよろしくお願いします。早速参りましょう。緊張してきたな。私についてきてください。うまくいかせるしかもう明日はない。税下100課だからな。いざ出発。握手すかすなよな。旅の途中、旅の行方、引き続きにクールめもよろしくな。忠誠なおのほほんと見る。タイトルロゴがローン。借金返すの見るぞ。ホロガイネクとアイコンタクトしてた。焦るともらいが少ないぞ。いい脅ししてる。紹介ぜおいおじさん。夜羊が襲われないように。鼻をすかせた狼が待ってるぞ。狼がいるから説得力えぐいぜ。狼の餌になりたくなければ休むしかない。羊に人間の都合とか関係ないしな。まあ焦る気持ちもわかる。明日は問題の森に入ります。今はゆっくり休みましょう。急ぐのはわかるが、専門家の意見は聞くべきである。うっそうとした森だな。全身黒タイツのやつが出てくるかもしれん。慌てず騒がず落ち着いて。中原マイロリボイス、まだまだいけるぜ。頼りにしてるで。ノーラさん頼れるし、可愛いので最高すぎる。神のご加護。こんな時に冗談やめろ。囲まれちゃったー。ダメぜ、すでに囲まれているなんてな。全員が無事じゃないといけない。賢い犬だ。さす犬。賢い犬だな。頑張れエネク。となっても主の身の安全は保証する。優秀だな。黒い森みたいだ。ホロ犬語わかりそうやな。ワンコと張り合うホロ可愛い。本当に？エネク、ステイ。犬は気づいてる。もう寝よう。いい夢を。犬そこかわれ。よしよし。起きてください。特に何もありません。マーティンさん結構のんきに寝ててからいいな。ぼー。偵察みたいな感じか？襲うような素振りも見せないのか。遠くには行ったみたいだ。ここで死んだ旅人の化け物かもしれない。この顔好き。ここで死んだ旅人の化け物かもしれない。うまくいくといいですね、馬だけに。かわいい。撫でられてるエネクかわいい。エネクちゃんの顔。ホロさんは狼にお詳しいんですか？狼です。あれが頼りになるとでも。借金抱えても薄ぐお先真っ暗になりそうなロレンスじゃぞ。かわいい。女子トーク。結構言ってくれるじゃん。狼の意味が違うぞ。男は狼なのよ。夜の狼。関係性マウント嘘。うまいことごまかしたな。セクハラ親父現る。あれ呼ばわりロレンス。わっちに惚れておるのじゃろ。犬になりたい。ここの女子トーク大好き。エネクファ、めちゃくちゃ嫌がる。やはり女子には勝てんな。エネク、ノーラのおっぱい堪能してない？エネクも振りたい。これで成功じゃないからな。あとは持ち帰るだけ。いよいよ正念場だ。わっちの言った通りじゃろ。は強い。金持って逃げないだろうな。一雨、降る。エネクの描写めっちゃ細かい。追いつかれる。今度は冗談じゃなくて囲まれてる。狼が来たぞー。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。頑張れ犬。腕が立つのー。ノーラ強い。時間の問題だ。囲まれた。下がれ。狼ご鋭角。話のわかる狼さんたちでよかったですね。有能ノーラ。おーおー、かっこいい。うおでっか。イケメン犬。もう囲まれてる。普通の狼ではない。やべえのがいるな。今のは？この森の狼は普通の狼じゃない。この狼はちゃんと狼なんだよな。ここらラッチが。ラッチに任せろ。その大きさ、狼ってデカさじゃねえぞー。守りきれなさそうだしな。羊たちがやられたらそれこそ終わりだからな。それなりに離れてくれ。狙いは羊ではない。立場と現場で板まさみのマーティンさん。実質見捨てたようなもんだもんなー。そう弱くならこの状況でもエッチしてたよ。またあの姿になるんだ。濡れ濡れワッチちゃんかわいい。視聴者は裸でも構わないですよ。雨濡れおっぱい。テンプレみたいなセリフしか言わないのくさ。勝手に殺すなー。まだ死んでないぞー。お泳ぎの悪い狼たちになしつけに来た剣道殿。濡れホロさんいいね。でかすぎんだろ。大きすぎる。目上の者に対する礼儀が全くなっておらん。でかすぎんだよ。ホロ大丈夫だろうか。ロレンスくん、これはホロにウサギちゃん言われるわ。怪しい。それはよかった。お迎え。ちょっと怪しいと思ったら案の定。やっぱりか。このヒゲのおっさん顔の割に声高いね。そういうことかよ。うおー裏切り。あっちも狙ってるのか。ホロまでやる気かよ。彼女には手を出すな。お前はここで狼の餌にでもなってろ。これだから人間ってのは。まさかの裏切り。ホロは警戒されてるんやね。殺す覚悟もない連中。UMA が。ロレンスくん、いつも爪が甘いよね。裏切ったな。馬も取られちゃった。
呪術の裏さんも見てみたい気もする。死んだとは言ってないんだよな。肝度胸もない奴らめ。ロレンス災難というか今回は裏のお仕事だからな。終わり方が毎回無慈悲なのよ。ロレンスさん。うんにょは、ここで終わるのかロレンス。第11話。ホロの貫禄がすごかった。けど辛い引き。せっかく希望が見えてきてたのにまた絶望だ。つくづくのオラちゃんって随分手だれの羊飼いなんだな。その状態で泣いてるとスミスの服を顔に押し付けて泣いてた。勇みを思い出して笑いそうになるからやめてくれ。ロレンスただの商人でしかないので普通に無力なのがいいんだ。このがやべえってのにロレンスまで。どうすんのこれ。ああ泣いちゃった。本音と全く合わない通常本は怪 D で草。全く考慮してないでもなさそうだけど。この恨み倍返しだみんなおやすみなさい。商人だけど、武術や剣技ぐらいこれからは学ぼうぜ。てか、ロレンス小さくても武器なりなんなり、携帯するべきだと思うんだが。この AD が逆に強くなる。何より信頼できない相手と組むのがトラブルの原因でしょ。ここんとこ平和な甲斐もなく、ロレンスがボコボコにされてるだけなので報われてほしいね。ロレンスがヘマやって足すくわれなくなるのは、原作の難関からだったか。ロレンス毎回どうにかなりそうなとこで騙されるな。最後の終わり方は辛い次回の展開が気になる。みんなの反応はここまでです。相変わらずロレンスが悲惨な感じになって終わってしまったな。こいつさ、商売とか向いてないんじゃないの。多分だけど、かなり運が悪い人な気がする。ホロと出会ったことで人生の運を全部使っちゃったのかもね。こんな美少女を拾ってるだけで運を使ってそうだよな。そんなわけで本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。